ベラジオペラ、体半分から1馬身、4番のベラジオペラが抜け出した。2番タラスを一線に広がって接戦、4番のベラジオオペラゴールイン。ディフェンス、ソウルオリエンス、最内1番のベラジオペラ持ってきた。12番タスティエラ、タスティエラだ、ゴールイン。さあベラジオボンド先頭だ、ベラジオボンド先頭だ。3番手争い混戦の中突き放しました。5番のベラジオボンド、3馬身4馬身のリード、追い込んでくる。外から8番に3人でした。間から5番のベラジオオペラ、内から4番のボッケリンで青いボンジ2つ、2頭が並んでゴールイン。気合というか、調教があれですね、まだまだ筋肉がついていくことですね。ベラジオボンドですね。ボンドもでかボンド。先生自信持ってるからボンド優等生。次はね、共同通信杯ということでね、クラシックの登竜門、東京戦8にね、一応予定します。体やっぱごついね。ごついんですけど、やっぱ顔がすごい優しい顔して。いいよ。どっちもね、オペラとさっきのね、ボンドのこの千葉サラブレッドセールね、2023年と2022年のね、学んで、期待したいですね。はい。はい、じゃあこんにちは。こんにちは。じゃあ続きましてね。はい。もうこれ続いてなんですけどね、2月11日日曜日。はい。共同通信杯。はい。3歳クラシック登竜門のレースですね、はい、東京芝 1800m に、はい、ベラジオ、はい、ボンドが出走確定してします。はい、ね、ボンドはね今ね、はい、もう騒がれまくってますね、ちょっとなんでですか。やっぱりね、調教がすごいね。聞きますね、よく。まあ嬉しい響きなんですけど、はい、ちょっと化け物ではないかなって、あのいろんな声がちょっと上がってましてね、はい、まあ、これいろいろネットで検索していただいたら分かるんですけどね、はい、そもそもあの馬ってね、はい、去年の9月から、うん、チャンピオンヒルズ様からね、はい、あの上村厩舎に入厩しまして、はい、9月からずっと立東の上村厩舎でもう在厩してるんですけどね、はい、でその間に、はい、オペラもそうなんですけどね、はい、まあ上村先生自身がね手綱を取ったりであるとか、はい、厩舎の方々がねもうなんせ乗りまくってると、はい、で鍛えまくってるっていうね、うん、もうそういうのもありましてね、はい、1週前の調教がね、はい、もうとんでもないタイムをねちょっと叩き出してるんですよね、はいはい、馬なりで、はい、まあ、シュートコースですけどね、はい、6ハロン 81.2 ね、はい、最後1ハロン 11.1、はい、ね、っていう時計を叩き出してるんですけどね、はい、この時計が何がすごいか言ったらね、当然あの調教のね場所もね雨とかそういうのは馬場状態によって変わるんですけどね、まあ、これは両馬場ですね、言うたら、はい、例えばですよ、オペラのチャレンジカップのね、はい、最終追い切りですよね、はい、ね、これがいわゆる、うん、81.3 やったんですよ、6ハロン。オペラより早い。そう。それで、はい、ラスト 11.3 なんですけどね、はい、まあこのオペラよりも当然早いですしね、 81.2 なんでボンドは 81.3 ね。で姉妹もいわゆるオペラより結構上がりが早かったっていうかね、すごい。でボンドのね、はい、結構すごいのがね、はい、この最後の1ハロンの 11.1 もすごいんですけどね、はい、2ハロン、はい、22.2 なんですよ。 22.2、 はい、はい、ということは11.1、11.1 でね、最後締めてるんですよね。あ、同じぐらいで来れてるってことですか。いや、最後の 400m か、はい、うん、を 11.1、11.1 で、はい、まあ、東京叩き出したっていうかね、うんうんうん、この最後の 22.2 っていうのはね、はい、結構とんでもないんですよ、2ハロンがね。なかなか普通の馬やったら出せないタイムですね、はい、うん、3歳ならなおさら。いや、3歳のこの時期はね、なかなかこのタイムは叩き出せなくて、はい、まあ、一流馬が出すような時計をもうすでに出してる、しかも馬なりで、はい、うん、それが今ねすごい騒がれてて、はい、ひょっとするとこれは化け物ではないかなっていうようなね、うん、噂がちょっとねこう今騒がしてるんですよ、はい、ちょっとねあるところでねそうですね、うん、はい、まあでも調教通り走るかどうかっていうのはね、実際ね、はい、レースに使ってみないとわからないっていうのはあるんですけども、うんうんうん、ただねやっぱりねオペラってだからそもそもね、
こうなんで走るのかがちょっとよくわからないって関係者さんが言われるんですけどね本番になるとよう走るって感じですね。多分ね賢いんでしょうね、言うたら、うんうん、抜き方とか力のねこうちゃんとここで意見言われたらねこう、はい、はい言ってね、レースがうまいっていうか、はい、でもボンドに関しては、はい、ひょっとしたらその両方兼ね備えてる可能性ですね。まだやっぱり腹走りはね荒削りみたいなね新馬戦見とったらね、はい、ただやっぱり新馬戦をねあのメンバー相手に結構三馬身差の圧勝じゃないですか、はい、タイムもその時ねあの阪神のね芝戦8を1分47秒台で走るのもね、はい、あの時期にしてはやっぱ早いね。しかもね一番人気最終やったんですけど、はい、これは強いだろうという馬にやっぱ干渉したんで、はい、まあすでにそれをね実力をちょっとね、はい、一戦だけですけども、はい、と証明してるっていうかね、うん、それからまた乗りまくったらしくて、はい、それに合わせて馬がどん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 成長していってるっていうねお話を聞きますんでね、はい、だからね今回もねその、まあ、G1 馬であるとか、はい、G1 1着2着馬がまず出てきますね、うん、未完っていうかそのまだね重賞取ってないんですけど新馬戦勝って、うん、そのまま来るとかね、うん、まだ重賞走ないですけども連勝してる馬とか、まあ、いろんな馬がちょっとね今回ね、はい、集結してるんですけどね、はい、結構過去例年にないぐらいハイレベル、共同通信杯、共同通信杯はさすがにね小馬と違ってね、はい、やっぱクラシックがあるじゃないですか、はい、山菜ってね、だから、うん、結構やっぱクラシックのこの登竜門と言われる共同通信杯であるとか、うん、まあ次ね、うん、また弥生賞とかディープインパクト記念ですね、はい、スプリングカップとかあスプリングステークスね、はい、とかっていうのもこれから続いていくんですけど、はい、やっぱりねクラシックはね重要、うん、駒になる上でもやっぱり重要なレースになってくるんで、はい、やっぱりこの登竜門としてのこの辺りのレースにやっぱ集結してきますね。で今年はね本当に例年にないぐらいのハイレベルなんですけども、はい、まあ、それに戦えるぐらいのポテンシャルは、はいはい、もう秘めてるのは間違いないと思いますね、はい、あとは馬がこのレースに行って実際にちゃんとこう力を発揮できるかですね、そこがポイントになります。なるほど、まあ、でも新馬戦見てる限りは大丈夫そうですよね。まあ引き続きね岩田未来ジョッキーですね、はい、が乗っていただけるということでね、うん、手の内にねもう入れてくれてはるとは思うんですよ、はい、だからやっぱスタートまあ一緒ですよね、うん、スタート切って、はい、前半を流れにね、はい、あの任せてちょっとこう中段から、はい、あのその辺につけて最後差し切るようなレースにはなると思うんですけどね、はい、まあおそらくそういうレースっていうか展開にはなるんではないかなっていうのは、はい、まあ、ボンドの場合は東京競馬場なんで輸送もあって、うん、で競馬場も広いじゃないですか、うん、まあ、そういう部分はボンドはハンデにはならないですかね、うん、まあ、前走ねだから結局直線でね、はい、最後直線でちょっと内に刺さったような感じがあったんですけどね、うん、はい、それねちょっと双方から見てもね、はい、なんかこう左回りの方がいいような感じもするんですよね、うんうんうん、で東京ってやっぱ広いのと間違いないですけどね、はい、まあ、今回左回りの、はい、まあ、東京戦8になるんでね、はい、おそらく、まあ、ボンドにとってはねプラスになるんではないかなって、うん、まあでも輸送はねちょっとやってみなわからないんで、うん、そうですね、うん、でもね大体ここを使ってくる調教師であるとか馬主さんっていうのはね、はい、やっぱりね、はい、日本ナビ見せてるんですよそうですね、ボンドもそうですか。やっぱそうですよ、うん、日本ダービーってやっぱりね左回りなんでね、はい、東京のね府中の、はい、まあ、NHK マイルカップとかもあるんですけどね、はい、マイル戦の、うん、やっぱりね頂点はやっぱ日本ダービーだと思うんですけど、はい、ここをねやっぱりね最大目標に掲げてる馬が多いんでね、うん、この登竜門を使ってくるっていうね方が多いですよね。あ、うん、なるほど、まあ、オペラも一緒なんですけどね、オペラが、まあ、はい、あの京都記念に勝てば、うん、今からは G1 戦線にね突入していくっていうかね、うん、でもボンドも一緒ですよね、はい、この共同通信杯をもしも勝てば、はい、持てば2着までに入れば、はい、クラシックの道が開けてくる。そうですね、はい、いや頑張ってほしいですねボンド、まあ、勝てばね、はい、主役になりますねおそらくそうですね、まあ、ありえるのかなそんなことってねってね、うん、ぐらいの、まあ、ちょっと重要な一戦になるんで、はい、まあ、ぜひねそういうボンドにもちょっと期待していただいたらなと思います。はい、うん、まあ、ライバル強いですからねちょっとね、まあ、でもドキドキします。コバと違ってね、はい、実際やってみないとわからないっていうのがね、やっぱ3歳戦っていうかねこの時期はやっぱありますね、はい、うん、まだどの馬もね経験が少ないんでね、うんうん、何があるかわからないっていうのはあるんですけどね、はい、ただやっぱりね無事にちょっと走るっていうのもね一つね大事なことなんですけどね、まだまだ先のある馬たちばっかりなんでね、はい、うん、
まあね、はい、あとはもう僕らはね今回東京競馬場にね、うん、ちょっと僕とね阿部さんと2人で行くんですけどね、ちゃんまあでも現地でねしっかりちょっとまた 見させていただいてね、まあやっぱりね出るからには勝利をね、はい、祈願してっていうかね、あとはこっちはもう応援するだけなんで、はい、ちょっと精一杯ね私らも応援しますんで、はい、ファンの皆さんもぜひボンドの方も応援していただけたらと思います、はい、じゃあまた当日、はい、ね現場でちょっとお会いできたら、はいと思いますんで、はい、ボンドの方もご期待くださいませ、はい、じゃあさよなら。さよなら。And the beat drops.